後へは引けぬと決めたからには、己を貫き戦うまで、直江兼かこの言葉は、一度決めたことは後ろ向きにならずに、自分の信念を貫いて戦い抜くということです。直江兼かは、上杉影勝の家臣として、関ヶ原の戦いで西軍につきましたが、敗北しました。その後、上杉家の存続をかけて徳川家と交渉し、慶長では合戦で奮戦しました。彼は、 自分の主君と信念に忠実に生き、死んだと言われています。この言葉は、彼の生き方を表したものとして、多くの人に歓迎を与えています。直江エカは、上杉家に生涯を捧げた偽証として知られています。その名言からは、主君への忠誠心や民への慈愛、敵への勇気や教養など、金次ツの人となりが伝わってきます。金次ツの名言は、 現代の私たちにも多くの教えやしさを与えてくれるのではないでしょうか。